こんにちは。ネットフリックスで話題の映画クレイジークルーズ、主演の吉沢亮さんと宮崎あおいさんが SNS を通じて撮影の舞台裏や楽しいエピソードを共有しています。ファン必見の撮影裏話に迫ります。吉沢亮のインスタグラム、撮影風景と仲良し写真。吉沢亮さんは自身のインスタグラムで映画の撮影風景やキャストとの仲良し写真をたびたび公開。ファンとの交流を大切にし、楽しい裏話を披露しています。ネットフリックス配信開始。メッセージ映画のネットフリックス配信がスタートすると、クレイジークルーズ、本日よりネットフリックスで配信開始です。皆さんぜひご覧くださいとコメントし、視聴者に呼びかけました。宮崎あおいのインスタグラム、吉沢亮とのツーショット。宮崎あおいさんもインスタグラムで映画の関連写真を多くシェア。特に吉沢亮さんとのツーショット写真には、沖方優と般若千鶴の恋の行方は、クレイジーな事件の真相は、 MSC ベリッシマの魅力はといった質問を添え、視聴者の興味を引いています。クレイジークルーズ主演俳優たちの SNS には、映画の撮影風景や仲の良さが満載。ファンに向けて配信情報をシェアする一方で、親密なキャスト同士の楽しい瞬間も披露しています。映画の舞台裏を垣間見たい方は、ぜひ主演俳優たちの SNS をチェックしてみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。